例えば最近、はい、気になる映画だったり、あの作品、何かありましたか？映画で、あの好きにならずにいられないっていう映画がありまして、はい、2015年ぐらいの作品なんですかね、に制作されて、あの舞台がアイスランド、うん、それその映画が面白かったですね、うん、もうかなり95分ぐらいの、確かそんな長い映画じゃないんですけど、むちゃくちゃ好きでしたね。設定を簡単に言うと、43歳の、実家暮らし、母親と2人暮らしで、まあ同僚からは大男って言われて、こうからかわれたり、ちょっともういじめに近いことを受けてたりするキャラクターなんですよ。で彼女がいない、で付き合ったこともない、で本人は、まあ映画の紹介ではオタクって言われてて、なんかね戦争のミニチュアみたいな、まあでっかいんですけど、ビリヤード台よりでかいぐらいのミニチュア作って、そこでそういう戦争ゲームみたいなサイコロ振りながらやったりする遊びを友達とやってるような、まあそれをが趣味で、まあ一見すると、まあ友達はいるけど孤独に見えるというか、そういう人物、ただすっごい優しいんですよ。空港で勤務してて、でも荷物をこう運んだりとか、なんかそういう業務で海外には行ったことがないっていう、この人物がですね、まあ、風貌が、まあ、周りから大きいってからかわれたりする、で怪しげな雰囲気もあって、僕から見たらなんかめちゃくちゃ可愛らしく見えるんですけど、なんかそういう人物やから、近所の女の子と仲良く喋ってるだけで通報されちゃうみたいな、そういうキャラクターだけど、風刺っていう主人公なんですけど、風刺にもこう純粋、43歳にしては純粋すぎて、優しすぎる不器用さがあるから、まあ通報されても仕方がないやろうってこともしたりはするんですけど、こういうキャラクターがまあいろいろあって好きな人ができて、そっからどうなっていくかっていうね、これね、もう最初の5分ぐらい見て、あ、もう 100% 面白い5分で5分でもう無駄がないというか、でセリフもまあそんな多くないですし、でもまあ考え抜かれてて、お芝居もとんでもないですよね。その風刺役の人の表情とか動きとか多くを語らない、だけどすごく伝わってくるっていう作品ですね。なんかね、その近所の女の子と知り合うシーンが、まあ見る人はもう見ていただいた方がいいと思うんですけど、あの風刺がおもちゃ屋さんかなんかでラジコン買うんですよ、でっかい自分用に。で持って帰ったら、なんか、まあ、自宅のマンションなのか、なんかアパートの階段で女の子が一人で座ってて、でそれを見て、何それ、子供かなんかのやつみたいな。でも自分用なんですよね。そこで知り合って、まあ、近所に引っ越してきた女の子とそこで知り合って、そこから女の子がこう、女の子もお父さんと二人暮らしなのかな。でなんか風刺に遊ぼうって誘ってきたりするんですけど、その2人の会話の中で女の子がもう風刺に、なんで大人なのに奥さんがいないのとか、彼女はいないのみたいな。風刺はなんかもう淡々と、うん、いないよみたいなえみたいな。
え、付き合ったことあるのみたいな、ないよみたいな正直答えですか変な人なのみたいな、変な人じゃないと思うよみたいなお父さんが変な人だって言ってたよみたいな、でも私は変な人だと思わないよつってみたいな時の風刺のなんかそれを言葉で制圧しようとせず、ただただ受け入れて自分でこう何やろな、腹に溜めていくというか、そういう姿勢なんですよ何事に関しても。その風刺がね優しすぎんねんな。相当刺さってるんですねその風刺のキャラクターは。はい、飲みに行きたいですもんね風刺と。そんなに飲みに行って乾杯して、僕多分最初に言うの、はい、風刺自分の魅力に気づいてるって言うと思うんですすっごいよって、君は優しくてかっこいいよって言いたいですね。でだから友達がいるのかなっていう気もするし、あ、完全な孤独者としては抱えてるものはなんか孤独なものがあるし、一人の時間もあるんですけど、あとお母さんがなんていうのかな、結構イケイケなんですよ。で彼氏が家に来てたりして、でなんていうんですかね、まあ風刺が家に帰ったタイミングでお母さんとその彼氏がイチャイチャしてるところを、マイルドに言うとイチャイチャしてるところを見てしまうんですよね。しんどいっすね。43歳でしたっけ。はい、しんどいな。で風刺優しいなと思うのが、まあ、もちろん見てないふりするんですけど、それを友達に相談しに行くんですよまあその戦争ゲームをしながら、で実はこの間そういうのを母親 のそういうのを見てしまった、はい、友達もめっちゃいいやつで、辛いよな、分かるよ分かるよ、俺も実はまあ若い時に同じような経験があって未だに思い出しちゃうんだよみたいなことを言うんすよ。で友達は風刺を慰めるためにそれ言うんすけど、それを聞いた風刺がもう自分の苦しみよりそれをたまに思い出してしまうっていう、友達に感情にしてるから、そういう時は催眠術がいいぞみたいな。え、で友達は、え、催眠術みたいな。催眠術でその記憶を消すんだよっていうのを風刺が言うんですよ。友達が、え、消えるのみたいな。え、それで消えたのみたいな。風刺がしばらく考えて、消えないって、じゃあ意味ないじゃねえかみたいな、って言って2人で笑うっていうシーン、そこめっちゃ好きなんです風刺自分が苦しいから相談してんのに、慰めるために俺もそういう経験あるよって言った友達のフォローのためにわけわからんこと言い出してしまうっていう笑える部分もいっぱいあって、でもこの笑いはね、風刺が惨めやから笑ってるんじゃなくて、なんかね、どんだけ優しいねんっていう笑いですね。どんだけええやつやねんとか、なんかそういう笑い。え、その風刺は、はい、まあ、ちょっとネタバレにならないようにですけど、はい、こうどうなんですか、人生的にはこうそこから展開していくんですか。そっからね、だから、まあ、好きにならずにいられないっていうタイトルはやっぱその恋愛対象が出てくるんですよね、はい、うん、絶対もうこっからの先説明聞く前にみんな見た方が楽しめると思うんですけど、これがね
そうなんですよね。ダンス教室で知り合ってしまうんですよ。あ、それはお母さんとお母さんの彼氏が、風刺の誕生日の時に、はい、ダンス教室、はい、行きなさいっつって、あとテキサスハットと一緒に回数券みたいなの渡されて、で行けっつって、で行くんですけど入れないんですよ、怖くて。その気持ちも分かるんですけど、うん、やっぱちゃうなと思って出るみたいな。で車の中でラジオ聞いて、で風刺はロックが大好き で毎週聞いてるような番組があって、そこにリクエストするんですよ、まあ、ハードロック、まあ、ヘビメタみたいなのをいつも聞くんですけど、で DJ と もう知り合いで、でそこにその時にこう雨じゃないか雪かな、大雪みたいな吹雪で家まで送っていってってくれた女の子をいいよって送っていって、その子にちょっと会いたいなっていうのと、あとその母親とその彼氏からプレッシャーかけられてまた行くみたいな。でその後にちょっとデートみたいになるんですよ、うん、ついに風刺に春が来たなと。でいつも風刺はタイ料理屋さんかな、うん、に一人で行くんですよ、うん、でそれもねやっぱね映像も素晴らしくて、うん、なんか撮り方というか、まあ、レストラン風刺がいつも座る席座ると、まあ、2人用のテーブルの、まあ、セットが用意されてるんですけど、そこの人がこう反対側に置いてある、まあ、ナイフとフォークをこう下げるんですよね。あ、もう一人のものはいらない、はい、いつも風刺一人やから、はい、でもその子を連れて行った時はそれがあるっていう、あ、だから1回目の時あんなに象徴的に下げるシーン映してたんやみたいな、でお店の人もあれ女の子連れてきたでみたいな見てて、で食べ終わっていつも一人で行く場所、車で行って、そこでラジオその DJ に、俺 DJ 知り合いだからなんかかけようかみたいな、リクエストしようかって言って、で言われたのが、まあすごい普段聞いてるのと全然違う結構ロマンチックな、でそれを風刺はラジオ流れてんのに車の外に出て、リクエストして、で DJ から「お冗談だろ」みたいな、あんな激しいのが好きなお前が今日どうしたんだよみたいな、いや実は女性がのリクエストなんだみたいな、おおなんか女はべらしてんのかみたいな、でそれをで、まあ、頼むよみたいな、でじゃあお前のリクエストだからもちろん流すよみたいな、でいい番組だみたいなことを風刺とやり取りしてて、でそれを女の人は全部ラジオで流れてるから外の風刺を見ながらそれを聞いてて、ちょっと微笑んでて、あこの人かわいいなみたいな、でその曲が流れるところがすっごいロマンチックで、これは恋愛始まるぞと、絶対好きになります、好きにならずにいられない、いやそりゃそうやろみたいな、そりゃ好きになるやろっていう場面があったりだとか、そっからどうなっていくかなんですよね。これね、あれなんであんなことするんですかね女の子って、まあ男の子ってもなんでしょうけど、いい顔します、本当に。こっからどうなっていくのか、うずめちゃめちゃ似てますね、かなり響きましたね。これはもう全神経を画面に集中して一つも見逃してはいけないと思うんですよ。風刺にとって辛いことは作品の中で描かれるんですけど、風刺にとってこの瞬間って楽しかったやろなってとこもちゃんと描くんですよ。ただの不幸な男としては描ききらないんですよ。風刺の優しさとか、風刺の友達のなんかとの関係性とか、
なんかね、そういうのをちゃんと描いてくれるのも素敵やなと思って、でセリフもやっぱり面白かったり、本当に捨てるとこがない、これよく95分ぐらいでまとめられたなっていう、95分時代ですね映画